ところが、これちょっと恐ろしい情報なんですが、バカなこと言っちゃいけませんよ、9兆円全部うちが出すんですかみたいなことを言います。そんなことをやったら本当に日本人は怒っちゃいますよ。どんどんダブルスタンダードになっていくような危険があるんですね。アメリカ宇宙コマンド8400人、サイバー軍6200人、中国サイバー攻撃部隊です。攻撃ですよ、3万人。これに対して今日本、個人的には流れに任せるとか様子見って言葉大嫌いなんですけどね、交渉事ですよ。交渉事でみんなことやってるから遅れちゃうんだって思うんですけど、防衛省も自分の国は自分で守るって言うんだったら弱腰外交はダメですよ。やっぱり私は外交防衛委員会というところの理事をやっているんですが、登壇質疑って言っても本会議場の議場の上で質問をする。防衛省設置法をどう変えるか、岸田さんがアメリカに行きましたよね、バイデンに会った。でそこでアメリカと共にあるという英語で演説をした。ヨーロッパの友達は、まあ日本の総理が大きなアナウンスを出したね、アメリカと共に生きるって言い切ったねって言うんですね。で日本にしてみれば、あれ自分の国は自分で守るって言ってなかったっけっていうのがあったり、どんどんダブルスタンダードになっていくような危険があるんですね。岸田さんのスピーチを使ってですね、アメリカの議会がウクライナにですね9兆円武器支援をすると決めたじゃないですか。ということはこっちに言ってくるんだろうなと。バカなこと言っちゃいけませんよ、9兆円全部うちが出すんですかみたいなことを言ってますが、そんなことをやったら本当に日本人は怒っちゃいますよって言ったんですが、大変な危機感を持っております。2つありまして、国防の新領域、分かりますか、宇宙サイバーね、サイボーグじゃないですよ、サイバーですよ。ところがこれちょっと恐ろしい情報なんですが、アメリカ宇宙コマンド8400人、サイバー軍6200人、専門部隊ですよ。中国サイバー攻撃部隊というらしいです。攻撃ですよ、3万人ね。ロシア航空宇宙軍16万5000人、桁違い、もう一回でいい、と思ってみたんですが、これに対して今日本サイバー専門要員890人って書いてあるんですね、令和4年で。でこの人たちは本当にサイバーの、このサイバー攻撃軍なんとか軍っていう専門の人たちですかって言うの、そうでもない、パソコンがちょっとみたいな感じで、令和9年には、4000人にして、その周りで従事する人を、2万人にしますっていう、そのグラフだけはあるんですけれども、じゃあどういう人が来てるんですかっていうと、ない。プログラムは教育の、まあ今から考えますっていう感じで、遅れてるんじゃなくてないんですよね、まだね。これからはそのほふく行進とかいう、その我々のベトナム戦争みたいな、そういうのではなくなる。ロシアとウクライナ見てても無人機でやってますよね。ドローンがもう武器になってる。もう天井から写真撮って喜んでる場合じゃ、武器になる。人が乗ってない。そういうことにだけ長けた子っていうのはいると思うんですよ、ゲーム世代で。その人たちに新しいチームとして入ってもらって、年齢も関係ないわけですから、そのやる気はあるのかって、いや一応自衛官としてみたいな、四隅をきっちり塗り込めるように決めてない、なんとなくほわっとしてれば来るだろうと思って、違うんじゃないかな、誰も来ませんよそんなこと言ったら、5年の人気好きでみたいな。次期戦闘機のプログラム GCAP っていうのも大きなテーマなんですけれども、日本、イギリス、イタリアと次期戦闘機を開発するって決めたんですが、公用語は英語だよと言われてて、お互いの3国の政府間の機関を設立しますっていうの、
来年の3月までにやっていくのに誰が行くんだって話で、いやですからこれから選んでみたいな、いやいやいや、サイバーもそうですけど、どのレベルの人をどの人を置くっていうのもあるんですかって言ったら、いやあるようなないような、何のプライドがあるんだかよく私は理解できないんですよね。でももう時代がそうではないと思うし、実際に嫌だって入ってこないし、嫌だって言ってやめちゃうんだから、自衛隊をどこも人材の奪い合いになってるのもご存知のように、トラックもそうですし、だったらどうやってやるのかっていうのを、若い人は遠慮してるし、高齢者の人はなんか俺たちが考えるんだってなってるし、私はすごい矛盾感じてるんですよね。でそのど真ん中にいて質問をしてるんですけれども、いざとなったら鎖国されたら、日本に鎖国されたら困るんだぞっていうのが主導権なわけですよ。いやいや、日本の言うことを聞いとかないと、あの国鎖国したら大変だからっていう風にもなってないんですよ。個人的には流れに任せるとか、あの様子見って言葉が大嫌いなんですけどね、こんなことやってるから遅れちゃうんだと思うんですけれど、交渉ごとですよ、交渉ごとで、あの公用語シャルビーイングリッシュとか書いてあるのねみたいな感じ。あの辺の人たちってのはもうなんかペラ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 喋ってるじゃないですか、フランス人でもスペイン人でも、不利ですよ。だからそれを強化して、その文系理系とか言ってないで、どんどんそれに長けてる人、交渉力のある人を雇っていくしかないと思うんだけど、新たなあの就職先のマーケットぐらい作っていかないと、なんで柔軟性に欠けるかなって思うんですよね。私はその優秀な人間が来ないのではないか、今のお話だと最大5年で退職してもらうと、民間から採用されて、現職今持っている職を捨てて優秀な人間に来てもらいたいって書いてますけど、優秀な人間ほど来ないのではないかと、集まらないと思いますが、いかがですかっていうと、具体的にそのような分野で知見を生かしていただく分野というところに当然従事していただくということで募集して、そのような形でそのような関連する業務に従事するということを考えております。ぐちゃぐちゃ言ったんだよね、はっきりしてないんだなっていうのがよくわかります、というふうにこういうやり取りをして神経をすり減らしているんですが、外務省とかですね、防衛省とかっていうのは国民の生活から遠い離れたところで交渉していることが多いので分かりにくい、肌身に感じないってことがあるかもしれませんが、非常に大事なところであって、弱腰外交はダメですよ、やっぱり。で、あの防衛省も自分の国は自分で守るって言うんだったら、もっとあの細かいことを喋って国民の皆さんに安心してもらえるような、例えばシェルターも考えてますとかですね、 J アラートはこういうふうにかあの改めてやっていきますとかですね、いろんなところで事故が起きてますけれども、差し支えさせていただきますばっかり言ってないで、ちゃんと分析しています、大丈夫ですということを言ってもらうとかですね、差し支えがあるので、あの発言は差し支えさせていただきますばっかり言ってたら国民安心しないですよ。もう少し外交防衛はいい意味で強くなってほしいと思います。はっきりものが言える、いい意味でね。私も外交防衛委員会なんて頑張んなきゃいけないんですが頑張りますはっきりもの言う方ですから